お花紙で作るエーデルワイスの花です。作り方はポインセチアとほぼ同じです。葉っぱには若草、花にはクリームを使います。2枚ずつ合計4枚重ねたら、これを8等分の蛇腹に折っていきます。2枚ずつ別々に折っても構いません。これを2つの色に分けたら、縦半分に折ります。輪になっている方から斜めに切り落とします。クリームの方も同じようにします。クリームの方は少し小さめにするので、輪の方から1センチほど下がったところを斜めに切ります。ワイヤーを2つ折りにしておきます。真ん中の部分を少しカットして、ここにワイヤーを引っ掛けます。ぎゅーっと絞って、交差させてからねじります。ここからお花を開いていきます。お花紙がめくりにくいときにはハンドクリームを使ってください。根元を押さえながらしっかりと開きます。こんな風に開けたら、一度机に押し付けてワイヤーを裏に引き出します。そして2枚重ねになっているところを上と下にしっかりと開いていきます。真ん中を押さえてきれいに形を整えます。クリームの方も同じように作っていきます。葉っぱになる若草の真ん中に液体のりをつけます。これにクリームを重ねて真ん中をしっかり押し付けてください。もう一度液体のりをたっぷりつけて、黄色いカラーボールをのせます。カラーボールは直径1センチ以上のものを6、7個のせてください。ぎゅっと押さえつけると、これでエーデルワイスの出来上がりです。ミニサイズも作ってみましょう。ミニサイズはお花紙を4分の1に折り、同じように作っていきます。ボールは小さいものを使いましょう。ピンで留めるとコサージュにもなります。白い壁面に飾っても綺麗です。